おい、何してんだ。早くドア閉めろよ。すいません。結構普通な格好の人来るんだね。くそー、全然来ねえ。なんでいつも。どうなってんだよ。周りの奴ら全員ヤクザやん。コウスケくんだ、やっと落ち着いたな。けど学生が今時超反博打かよ。さあもう一勝負。皆さん、張った張った、張り切ってどうぞ。さあ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 。おいコウスケ、さっきから負けっぱなしじゃねえか。今日はそろそろ終わりか。いやいや全然、まだまだこっからっすよ。へえ、景気いいな。どっからそんなに金が湧いてくんだよ。ヤクザとは関係ないんだね。騙してたのは。最近ちょっと太いしのぎ始めたもんで、大きな声じゃ言えないっすけど。また女絡みのか。声が大きいですって。腹立つわ。生言いやがって。顎外してやりたいわこいつの。なるほど、恵子さんから巻き上げた金をここの軍資金にしてるわけか。やっぱり黒みたいだな。コウスケ君はこれで普通の大学生だなんて言わせないよ。マジでもう顎持って、ちょっと思い切り引っ張って顎外したいわこいつの。負けた顔だなこいつ。海藤さん、こっちは例のビルを出た。コウスケ君は散々負けておけらだ。ざまねえね。じゃあそろそろどうだタボ。もう様子見はいいだろう。うん。直でコウスケ当たってみようや。ああ、俺もそう思ってたとこ。外しに行こう、顎を。なら車もそっちに回す。お仕置きタイムだ。ギュースターブ。あ、桃源郷だ。あ、ちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです。何をって、まあいろいろあるんじゃない。両親とか罪悪感とか、どっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよてめえ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を浮かぶせた。みんなにしてるからわかんないんじゃない。どの話かわからねえけど。どの話かわかんないぐらい何人も騙してる。誰だお前。こっちはバックに搭乗会がついてんだ。はいはいはい。それでも因縁つける気か。搭乗会、搭乗会なんてな、あのヤクザの。ビビりやがって。今搭乗会どうなってんだ。もっと相手見て喧嘩売れ。かっこいい。もうとっくに解散した。解散したことになってんだ。そんな名前出してビビらせよってのはちょっとどうかな。大吾とこっちは知り合いだぞお前。やんのかこら。やめといた方がいいと思うよ。さっきのパンチで大体分かっちゃったから。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら瞬殺だぞ。後悔してもせえ。お前待って、知らねえぞ。分かったよ。カスが一番に見えてきたな、こいつ。こっからは本気なんだな。なんだ、はったりかましやがって。こっちも週一でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。ジム通ったぐらいでお前強くなれるかよ。どうなっても知らねえからな。もうぼかします。こんなやつはもう一撃もやられません。かっこいい。マジで進化してるな。必殺技めちゃくちゃかっこいいな。くそ。あ、ああ、吉郎さん、こっちこっち、頼ます。もうみんな同じ顔なのよ。なんか揉めてんのか。さっきのやつと一緒なんよ。変な言いがかりつけてきたんすよ。あんた何なの。やっぱさっきのとこのやつなんか。うちの大事な客なんだよ。金づるってか。大事な客か。式の間のでしょ。なんだと。おい、そいつは俺の知らねえやつが知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで聞いた。コウスケ君から聞きました。コウ
コウスケくんが吐きました。ムカつく野郎だ、やっちまうぞこら。まったく、あれコウスケくんとも戦うのか。 EX ブースト、 EX アクション同様 EX ゲージを、使用して矢神を一時的に強化するモードです。よし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 、いた。かっこいい、強っ。効果音もなんか凄まじくなったね。なんかドーンドーンっていう。しかもなんかこう、なんていう、プレステ5でやってるからさ、振動がさ、なんか結構来るからさ、なんかやってる感があるわ。すげえわ。なんか、ゲボ吐いてた今。ゲボが映ってたんだけど。こんなはずじゃ。くそ。やってやろうじゃねえの。あ、チェイス開始。チェイスについてターゲットを追いかけ捕獲を目指すチェイス。チェイス中は自動で目標に向かって走ります。行く手を遮る障害にぶつかると距離を離されてしまいます。 L での移動やボタン入力で先を追いかけましょう。うん、 OKOKOK。 足が速いな。チェイス中の体力回復。なるほど。ダメだったか今。バカデカ回復薬できんかったか。え、できたじゃん今。無駄な動きが多いな矢神さん。無駄な動きが多すぎるだよ、ヤガミさん。あー、やっちゃった。追いつけ追いつけ。あー、痛い。目当たった目当たった。あ、コウスケの体力減ったぞ。分岐チェイスルート分岐が発生ループ。うん、なるほどね。見てないとダメなんだ。ダッサダッサ、ヤガミさんダサいダサい。捕まえた、まるで捕まえる。コウスケ捕まえた。うわ、顔すりむいてるよ。痛いよそれ。もう終わり。お前に呆きれるな、タボ。弁護士のくせに結局手出して済ましちまう。確かに弁護士結局は力なんだよ。どこがだよ。矢神さんって探偵じゃなかったんですか。本業は探偵だよ。弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして源田法律事務所の。そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。理解力高いな。探偵向きの仕事を回してもらってる今日みたいに。そういうことだったんですね。わかったか、コウスケ君。ケイコちゃんなんか議員みたいな格好してんな。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。お、一員時のやつや。おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、コウスケ。コウスケ。ちょっと、マジかよ、あんたら。こんなのやめてくれよ。なんか誤解してるって。手錠持ってんのすごいな、一般人が。ねえ、聞いてくれ、ゆうこちゃん。俺何もしてないからさ、
てか何なのこの人たち。優子って誰。私恵子だよ。え、あれ嘘でしょ。もう信じらんない。康介くんさ、恵子さんにかかってる店の請求、あれチャラにしてもらいたい。80万も返してもらって、もう俺に言われても、あと彼女がこれまでに払ってきた80万も返してもらう。お、そこにうちへの依頼料も乗っけてさ。はあ、いいね。でんじゃねえ、ふざけすぎだろ。おら、女の子を騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で言ってんの。よく言ったぞタボ。いいぞ。あ、俺のスマホ。ぼったくり店の番号出してくれる。え、花から調べたら出てきそうだけど、バレバレなんだよ。知らねえってそんなの。知らねえって。そんなんでごまかせると思ってんのか。お前、俺らが誰か分かってねえだろ。だ、誰なんだよ。うん、カムロ町の八神探偵事務所だ。有名なのかな。それって何。さすが無名だわ。八神探偵事務所だよ。お前、名前くらい知ってんだろ。さあ、嘘つけこの野郎。何とぼけてやがんだ。もうやめようか、怪盗さん。うちもまだまだだよ。そうか。まあでも前作では事件解決したからな、有名になってもおかしくないよな。依頼人の前で無駄に赤っ端だよ。なんでこんな目に遭わなきゃいけねえんだよ。あんたら悪いことは言わねえ。店に金返せなんてやめとけ。お前が返すんだよ。そこの店長は東商会の筋もんなんだよ。だからどうした。ちなみに俺も昔は東上会の人間だ。もう本家が解散しちまったのに何が東上会だよ。だから解散するまで東上会にいた人なんだって。ならただの元ヤクザじゃねえか、未練たらしく大門ちらつかせやがって。元東上会だぞ。相手はヤクザなんですよね。大丈夫なんですか。さすがにダサいな。もちろん、うちはそっち系に強いのが売りですから。で、どれがその店長の番号なの。でも片っ端からかけようぜ。こっちの元登場会も怒らせたらマジでやばいから。なんなら試してみるか。膝小僧も取ってやりたいな。なんか、ああ、どうした康介。あ、ええ、店長今は店ですか。まあな。どうした、新しいカモでも見つけたか。お前最近いい調子だもんな。いいえ、そんな。何千万とか違うのか言ってんのかな。じゃあ例の稽古って子はどうしてる。ああ、あれはどこで売っても稼げるぞ。いい具合にビビらせて逃げねえようにうまく囲っとけ。最悪。でも店長、あの子がもし金を用意してきたら誰だってなるぞ。それその時はどうするんです。ああ、そんなの決まってんだろ。まず持ってきた分はきっちりいただく。で、延滞料が足りねえとか適当な理由つけてそのまま風俗へ直行だ。クズ野郎だな。なるほどな。お前なんかいつもと声違わねえか。さっき話したんだからわかるだろ。さすがよく気がついたね。何？誰だてめえ。この声よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。恵子さんが払った金全部返してもらいにね。銃とか持ってたらどうすんの。うわ、これ超やべえって。気の毒だけどやっぱ康介くんは最初からグル。恵子さんがいくら払っても結局は風俗で働かされる、そういう計画だったんだ。あの恵子さん、初めは確かに仕事でした。でも今は本当に君のこと。あの、痛い今の。マジで痛いぞ今の。米買いが来るぞ。源田法律事務所
ひとまず恵子さんには源田先生のとこにいてもらう。うん、それがいいね。あそこなら安全だから。うん、はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。こっからは殴り込みだ。殴り込みって、お二人がヤクザの店に？今んとこそうなる可能性が一番高い。これどこまでやらせてくれるんだろうね。殴り込むところまでなのかな。行こう。どこに行くんですか？話聞いてなかったのかお前。法律事務所行くっつっただろ。源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。懐かしいね。所長の源田先生は親とも言える存在の人で、神室町の住人にも長いこと頼りにされている。このタイルが懐かしいんだよな。源田先生、あれ、これみんないない。お一人ですか？うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。中尾は嫌いいよな。耐えてくれるよ、あの二人は。いいな、いい味出してるわ。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。ああ、どうです、やがりの仕事ぶりは。源田先生が一番傷ついてほしくないわ、このゲームで。全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。源田先生、ほほんじゃない。少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか？おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。何回見てもなんかちょっと議員みたいな格好してんだよな、恵子さん。珍しいですね、源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか？殺人か。まあある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか？いや、迷惑防止条例違反。何したんだ？それって痴漢ってことですよね。痴漢なの？ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから。読む末よ。え、弁護じゃないの？テレビで何でも流れてたろ。世間の注目度って、そういう意味じゃでかい山だよ。どうなの？なんか痴漢って聞くと本当に悪いのかどうか。ありましたね、ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね、警察官のくせに。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの言ってもらってよ。誰も止めてくれない。うわー、こういうのあるよな、スマホでなんか情報提供みたいな。お、え、見たことある人じゃないこれ。なんでメガネ外したの今。何撮ってんだ。お、知ってる人だよ。どうなやってそうかこれ、この人。痴漢なんかやってなさそうに見えるんだけどな。一番気になったのは なんでメガネを外したのかな。江原さん、もう少し姿勢を正した方が。印象は良くしとった方がいいよな。その態度でいいことは一つもないです。うん、印象大事って言うよね。今さらどうせも判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに、ほんと印象悪いですよ。星野くんね、印象が悪い
じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。何？え？第一フェーズは終了みたいな。ここからが本番だ。ご起立ください。前髪長いな、やっぱ。どうなるんだ？どういう人なんだ？今回に関わってくるよね、あの人。ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織くん一人でいいんだけどよ。星野くんが僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織くんに風呂のいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護って、なんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ、胃がん退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果本当にカムロ署御用達の先生は手に何かついてたの？繊維とか。まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか。おお、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから。そろそろまた新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏性か。少しのんびりしちゃどうだい。仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。人殴れるしな。全く聞きゃしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。源田先生の服いいよな。なんかおじさんっていう感じがして好きだわ。なんか どうか気をつけてくださいね、八神さん。はい。源田先生は？恵子さんのことは任せとけ。これでも女の子エスコートすんのは慣れてんだ。行こう。海藤さん、海藤さんやっぱ変だよその服。よう、そんじゃ行くか。タボ、一軒町のぼったくり店をお掃除しにな。行こう。え、マジか。いや、セーブしようか。え、おお、そうか。とりあえず買い物とかいろいろ済ましてから行こうかな。じゃあ引かれんのか。ああ、引かれた。引かれるシステムちゃんとあんだな。やっぱジャッキーチェンに見えんだよな。来た。こいつサングラスかなんかわからないけど大きすぎるんだよな。サイズ合ってないんよこいつ。食べよう。よし。うわ、いいな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。うわ、どれ食いたい。みんなこいつかな。あ、もう1個しか食えない。あ、酒食おう。いただきます。満足そうな顔してるわ。ごちそうさま。ありがとうございました。
ありがとうございました。バカにしたらダメなんだけど、なんか気になっちゃうんだよね。スキルとかここにあんだね。なんかケースファイル、タクシー、カメラ、タウン号何アイテム、トゥードゥ、ガジェット、 OK。 でカイトさん行こうか。 よし行こう。うん、行こう。よっしゃ、そう来なくっちゃな。コウスケ、めっちゃ見てたわ。